ポモナカレッジなどのリベラルアーツカレッジは一般的に排他的に学部教育を提供学部教育とは高等教育機関における中等教育終了からと大学院教育開始の間の教育を指す。日本や米国では学部教育を受ける学生を学部生といい大学院教育を受ける学生を大学院生という。米国では四年生大学の学部学生だけではなく、 コミュニティカレッジの学生なども学部生と呼ばれることがある。日米における学部課程は学士号の取得を目指すためのものであるが、その他の国では修士号の取得を目指す課程が学部教育とみなされることがある。ナイジェリアナイジェリアでは一部の専攻を除き学部は4年制である。医学、建築は6年制、臨床検査学、法学、工学、 看護の一部などは5年生だが十分勉強するために6年、在学するものが多い。看護系の学部課程は、修了年限が2年から5年まで幅広い。南アフリカ共和国ブラジルセアラ連邦大学、米国ユナイテッドステーツシステム、バージニア大学香港香港、大学インドパキスタンパンジャブ大学イングランド、北、アイルランドウェールズボローニャプロセスを導入した、ヨーロッパ諸国。 スコットランドその他ヨーロッパ諸国、ありがとうございます。